公式戦初出場でフル出場の佐野海舟、みんなの評価がガチぶっ壊れる。今季初の公式戦を迎えたマインツは、DFB ポカール1回戦で120分の死闘の末勝利、佐野海舟はフル出場で勝利に貢献。佐野海舟の縦パスからマインツが逆転勝ち、佐野海舟がすごすぎた、もはやブンデス中堅のチームでは別格のレベル、ボール奪取力と無尽蔵のスタミナ、ターンで前を向ける能力まで兼ね備える、半年後にはブンデスナンバーワンボランチと評されていても不思議ではない、佐野海舟えげつなくうまい、佐野海舟やばい神、ブンデスでブレイクするのは時間の問題だな。あーこれ、今後の日本代表で佐野海舟いればなーって思う場面が何回もあるタイプの佐野海舟が頼む代表に選ばれてくれ。佐野海舟ダイナモだな、ドイツで活躍するな。マインツがもう佐野のチームになってる。海舟クソうまい、ターンした後に取られるもすぐに回収する、さすが。彼に関しては弱点探す方が難しいと思う。まだ23なのマジか。もうリバプール来い。ブンデス最強ボランチマジであるな。ライカプレミア行こうか。佐野海舟こんなエグいと思わんかった、すげー。なんとか日本代表呼べんものか。